皆さんこんにちは。有限会社エイブルの、富永と申します。本日はですね、ファイアモンキーが特有とするビジネスアプリの考察ということで、限られた時間でちょっとどれだけのことが詰め込めるかっていうか、できるか、お伝えできるかっていうのがわからないというか難しいところであるんですけども、できるだけのことはちょっと、やってみたいと思います。で、まあ1時間ほどなんですけども、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、もう早速いきますけれども、はじめにっていうことで、今回っていうのは、セッションはもう、どちらかというよりも、技術的な、内部的な、なんか、コードの書き方ですとか、で、そういうものではなくて、どちらかというと、ビジネスアプリ、に関する、ちょっと方向性の話になります。なんで、チップス的の、なものは、後の方でも、ご説明いたしますけれども、コードの方は、もうちょっと、ほとんど出てきません。デモの方はいくつか用意してありますので、デモの方はいくつかお見せすることができると思います。で、前回の 3D の方を、半分ぐらいかけて、やって、結局駆け足でできなかったんですけども、で、今回は、3D 成分って、ほとんどありませんので、で、できればっていうか、できるだけそのビジネスアプリに活用できるような、Fire Monkey HD アプリケーションの方を中心に、セッションしたいと思います。で、あまりにもこう、このアプリ、というか、ビジネスアプリには、こういうのが向いてますよ、こういうのが向いてますよっていうのは、まあ、簡単ではあるんですけれども、それだけではちょっとやっぱり説得力っていうものに欠けると思いますので、Fire Monkey のですね、機能を、いくつかちょっと検証しながら、向き不向き、得て不得ての方をちょっと考えてみたいと思います。で、前提としてですけれども、ビジネスア、アプリケーションと、まあ、Fire Monkey っていうことなんですけども、まあ、ここに書いてあるっていうことは、まあ、皆さんが、Fire Monkey を、まあ、お使いになるとして、で、こう思ってらっしゃるんじゃないかなっていうような、ことが、まあ、書いてあります。で、まあ、そうは思わないっていうのも中にはあるかもしれませんが、まあ、大体、こんなものかなというところですね。で、ちょっと、一番下のところで、ライブバインディングに関して、ついついコードで書いちゃうから、ライブバインディングいらないみたいな、ことを、これ書いてあるわけではなくて、実際のところはですね、ライブバインディングは、ちゃんと使うと、効果的に使うとですね、コードで書くよりも、動作が、高速になったり、あと動きが、動きがあるようなやつだと、その動きがスムーズになったりしますんで、できればですね、こちらの方、ライブバインディングの方は、ちょっと試してみていただきたいと思います。で、ライブバインディングに関しては、今回のセッションでは、ほとんど、というかもう、ここ以外では触れないんですけれども、次のですね、英語の、ドリマハブの、山本さんのセッションの方で、なんか、ライブバインディングちょっと用意されてるみたいなんで、そちらの方をちょっと、見ていただければなと思います。で、ビジネスアプリケーションを、Fire Monkey で作るための条件なんですけれども、まあ、ここに書いてあるようなことが、できれば Fire Monkey で作ってもいいかなと思われるかなと思います。で、VCL、おそらくずっとデルファイを触ってこられた方だと、VCL に関する、例えばコンポーネントであるとか、ライブラリーであるとか、そこら辺の蓄積されたものが、少なからずあると思うんですね。で、Fire Monkey だと、まあ、全部ではないにしろ、その一部っていうか、まあ、半分ぐらい、今まで、溜めてきた情報みたいなやつを、ちょっと、横に投げ捨てて作んなきゃいけないところがありますんで、開発の速度っていうのは、確かにその VCL アプリケーションに比べると、劣ることもあるかもしれません。ですが、逆に言うと、その、Fire Monkey、で作れば、その VCL でゴリゴリやるよりも、実は、早かったりするものもありますんで、まあそういう開発速度が落ちなければ、要するに、Fire Monkey でやってもいいよ、と納得していただけるかなっていう条件ですね。で、もうサクサクいきます。Fire Monkey のおさらいです。今回の本質字とは関係ないので、まあ、サクッといきますけれども、つらつらとちょっと眺めていただければよろしいかと思います。で、Fire Monkey って、まあ、こんな感じです。前回ですかね、21回に、Fire Monkey のセッションをさせていただきましたけど、そちらの方で大体言ったことと、
言ったことや、まあ、紹介したことと同じになります。まあ、大体ちょっと、もう分かってるよっていう方はもう読み通していただいて結構です。で、FireMonkey のアプリケーションのその動作環境なんですけれども、実際問題ですね、個人的な意見をさせていただけると、FireMonkey は、XP でも動くんですけども、例えば FireMonkey のアプリケーションを作ったとして、それをXP で動くっていうのは歌わない方がいいのじゃないかなと個人的には思います。っていうのが、XP って言われますけれども、例えば会社で使われるような XP マシンっていうのは、下手すると、ペンチャム3とか、セレロンとかがまだ残ってたりしますんで、あとメモリ256とかありますんで、そういったのではまず動きませんし、あと、法人向けのパソコンですね。パソコンの法人向けのモデルの中には、内蔵グラフィックが、インテルの、まあ、今のインテルの内蔵グラフィックは結構早いんですけども、一昔の前のやつっていうのは、もう、2D も怪しいぐらいの、性能しか持ってないやつがあって、で、そこら辺のやつで、ちょっと動作させるのはちょっと難しいであると。ということで、この XP のところ、赤になってます。で、あと、ビスタのところなんですけど、黄色になってるのは、ビスタだと、センサーと、マルチタッチが使えないと。で、ちょっと、結構美味しいところだと思いますんで、ちょっと、ビスタも、あんまり、どうかなっていうところですね。で、この、Windows 7以降と、あと、FireMonkey が対応している、その MacOS 10 の、その SnowLeopard 以降っていうのは、これはもう、まず間違いなく、スムーズに FireMonkey のアプリケーションが動くと思いますので、できれば、この2009年以降の OS をお使いいただければと思います。で、これも、まあ、前回のあらすじっていうことなんですけども、こちらの方ももうほとんど、そのまま、ですね。前回言った、ことと同じです。ねえ、まあ、前回ちょっと見てらっしゃらないっていうか、方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、大体、こういう、FireMonkey アプリケーションを作るときですね、こういうことに気をつければ、大体、作れますということですね。で、じゃあ、FireMonkey2 で、追加されたものと削除されたもの。これもちょっと軽く触れていきます。で、削除されたものに、この 3D シェイプスの T セレクションポイント 3D っていうのが削除されてますけども、これは3D モデルを、なんていうんですかね、まあ、触れるっていうか、大きくしたり、小さくしたりするための、ポイントが、付けられるってものだったんですけども、ちょっとまあ、動きにおかしいところも確かにありましたんで、まあ、これは削除されたら、なくなっても多分問題はないかと思います。あと、動画再生が T メディアプレイヤーが、と T メディアプレイヤーコントロールがつきましたんで、動画再生が簡単にできるようになりました。で、他には、ジェスチャーができるようになりましたね。と、あとは、そうですね、マテリアルっていうのがあるんですけども、こちらはまたちょっと 3D の話なんですが、例えば 3D で、テクスチャーを貼る場合に、例えば、モデルがいくつかあって、で、それで、同じテクスチャを使うときに、FireMonkey の1だと、それぞれにテクスチャを貼らなきゃいけなくなって、バイナリーがものすごく大きくなるっていう問題があったんですよ。で、それを、マテリアル、テクスチャマテリアルとか、ライトマテリアルとかがあるんですけど、T テクスチャマテリアルを一旦外に出すことによって、これをそれぞれのモデルから参照して、要するに、まあ、バイナリーの圧縮っていうか、肥大化を防ぐことができるということに、なっております。ですけども、例えば XE2 で作ってた、要するに FireMonkey 1で作っていた 3D モデルのやつを、XE3 で読み込ませると、それぞれに貼ってあったテクスチャー用のこの T マテリアルっていうのが画面上にガバガバガバって100個ぐらいできたりするので、そこら辺にはちょっと注意された方がいいかと思います。下手すると、XE3 で作り直した方が、早いかもしれません。3D モデルに関してですね。はい。次には、そうですね。あとは、僕の大好きなセンサーが追加されています。で、センサーなんですけども、まあ、
実際そのファイアモンキーで実装される前からいろいろ触ってたんですけども、例えばドットネットの、センサー系の、なんたらパックっていうやつで、いろいろ試したりしたんですけども、それとはですね、比べ物にならないぐらいセンサー使うのが簡単です。単純に、貼ってですね、それの、値をイベントで拾ってくるっていう、ただそれだけでセンサーが使えるようになりますんで、僕がやってた苦労は何だったんだろうっていうぐらい、非常に簡単なことになっています。で、あとは、プラットフォーム変数がなくなってるんですけども、プラットフォーム変数が、なくなったので、XT2 でこのプラットフォーム変数に依存してるコードっていうのは全て書き直しになります。で、こちらの方はですね、ちょっとやり方が変わってまして、T プラットフォームサービスっていう、サービスをですね、このサービスは使えるのか使えないのかっていうのを、まず問い合わせてから使うような、感じに変更されてます。例えば、画面の解像度を、持ってくるとか、そういうやつも、問い合わせて、から、値を返してもらう感じになってます。あと、タブオーダープロパティがなくなってるんですけども、これも、FireMonkey の1、XT2 では、あんまり、まともにっていうか、正しく動いてなかったので、まあ、なくなってもなく、まあ、いいのかなって気はしないでもないです。で、サクサクといきますが、得意とするものと苦手とするものですね。で、まあ、スタイルです。まあ、スタイルを変更することで、まあ、外観を変更できるんですけども、例えば、これ VCL にもあるよね、という話ですが、VCL の、このスタイルっていうのは、早い話がスキンなんですけども、FireMonkey のスタイルはどちらかというと HTML における、CSS とか、ああいうような感じになります。ですから、例えば、何でしたっけ、リストボックスですとか、リストビューとかの、単純にテキストがあるような項目に、ビットマップをつけたりとか、進捗バーをつけたりとか、そういうことをスタイルでできるようになります。でもちろん、行ごとの、後で貼り付けた、なんていうんですかね、ビットマップですとか、進捗バーとかは、一個一個の、行に対して貼らなきゃいけないんじゃなくて、一つの行にスタイルとして定義しておけば、あと、アッドで、どんどん行を増やせば、勝手にこのビットマップとか、この進捗バーとかが、勝手にどんどん、増えていくような感じなんですよ。だから、そういった意味ではですね、このスタイルはちょっと、よくよく、まあ、触ってみると、外観だけじゃないよっていうことが、わかると思います。これ確かですね、細川さんが前回かなんかのデブキャンかなんかで、セッションされてましたんで、そちらの方の資料、もう一回ちょっと眺めていただければと思います。で、次なんですけども、アニメーションは、正直な話、まあ、業務アプリっていうか、ビジネスアプリケーションではあんまり使うことが、まあ、正直な話ないと思います。ないとは思うんですけども、まあ、使ってみると面白いこともありますので、で、これについてはちょっと後の方で、また、一つデモがありますので、そちらの方でお見せします。で、センサー&ロケーションですけど、これも、一応、簡単に使います。先ほどちょっと、お話した通りなんですけども。で、それで、VCL からも、使えますので、まあ、FireMonkey に限った話では、ないといえばないということになりますね。で、次ですね。FireMonkey 苦手なのが、実際、ちょっとビジネスアプリとしてはどうなのかなっていうところなんですけど、キーボード入力が多いフォームっていうのは意外と苦手です。一つは先ほど言ってたタブオーダーがなくなってるので、そのままだと、タブオーダーがですね、デタラメな方向に、エンターで飛ばすと違うところに行ってしまったりとか、します。あと、FireMonkey の2ではなくて、FireMonkey の1ですね。XE2 の方の FireMonkey は、キーボードというか、この入力系のコントロールが非常に遅いです。例えばフォーカス当てて、例えば次の、項目へ飛んだ時に、かかる時間っていうのは、ものすごく、かかりまして、まあ、PC の環境にもよるのかもしれませんけど、かなりストレスを、溜まることがあります。ちょっとあんまりフォームが多いやつはちょっと、苦手ですね。
まあ、ビジネスアプリで、こういう、入力系のやつやらないでどうするんだっていう話が多分出てくると思うんですけど、それはちょっと、またこれも後の方でお話します。で、当然のことながら、マルチプラットフォームなので、BD とか ActiveX が使えません。ですので、例えばサードパーティーの、OCX とかを使ってると、ちょっと困ることになるかもしれないですね。そういったやつが全く使えなくなるので、まあ、ですが、まあ、そうですね。だから、Windows 固有のものっていうのが、まあ、基本的に使えなくなるということですね。まあ、BD は使えませんけども、DB5、Adio Express の方は、Windows 専用でコンパイルすれば、利用可能です。で、DBX とか IBX とかデータスナップとか、ここら辺はですね、使えます。普通に使えます。なんで、DB に関してはですね、要するにアクセスっていうか、コンポーネントとかの、そのやり取りは別として、内部的な、その、ビジネスロジックですね、ほにゃらら、フィールドバイネームとか、そういったビジネスロジックに関してはおそらく苦労することがないと思います。VCL でやっていることと全く一緒なので、できればですね、こちらの方のその DBX とか IBX とか、そこら辺のデータスナップとかですね、ここら辺のやつを使って、DB アプリケーションを構築されることをお勧めします。で、詳しくはですね、この後なんですけども、これまた英語セッションの、ドリームハイブの、山本さんのセッションの方で、やられるみたいなので、こちらの方をちょっと確認してみてください。で、3D ですけども、まあ、やらないと言いながらちょっとやってる 3D ですけども、3D に関してはですね、3D アプリケーションも作れますと。で、まあ、これは右手座標系っていうやつの、まあ、デモなんですけども、これも、ファイアモンキーで作ったものですけども、まあ、普通に動きます。で、これを、そのままですね、Mac に持っていっても動くんですよ。こんな感じで。で、動きます。普通に動きます。で、びっくりするぐらい普通に動くんで、はめ込み合成ではありませんって書いてありますけども、本当に普通に動きます。で、その代わりですね、ちょっと下の方にも書いてありますけども、RTTI Explicit かな。要するに、RTTI を極力使わなくすることによって、その、エグゼのそのバイナリーサイズを抑えるっていう方法を僕のサイトとかに書いてたんですけども、これ使っちゃうとですね、要するにファイアモンキーがその、Mac のですね Cocoa API とかといろいろやり取りするのに RTTI を使ってるんですよ。なので、RTTI の、情報を切っちゃうとまともに動かなくなります。なんで、こういうことはそのやらないでください。で、VCL とかではやってもいいかもしれないですけど、基本的に FireMonkey では RTTI は切らないでくださいということですね。で、高解像度アプリケーション対応ですけれども、こちらの方はですね、ですね、これちょっとデモを見ていただいた方がいいのかな。じゃあちょっと、デモがあります。これ今スクリーンに出てますけども、こちらの方のですね、左側の部分に関しては、これがですね、左側の部分は AL Fit Left っていう、なんていうんですかね、まあ、アラインで設定してあります。で、右側の画像の部分の方には、まあ、単なる AL クライアントなんで、何も、要するにスケーリングが効かない状態になってます。で、このアプリケーションを、例えば、大きくしてみますと。ポチッと。大きくすると、今、この右側じゃない、すいません。左側の操作パネル部分のコントロールはそのまま、リニアに大きくなったと思うんですけれども、右側のこの画像の部分っていうのは、実際のところ、スケーリングによって拡大されたのではなくて、逆にその、画像自体は高精細になってます。要するに、もともとちっちゃかったやつを、そのまま、なんていうんですかね。スケーリングで引き伸ばしたのではなくて、元々の解像度が持ってるやつが見れるようになったと。つまりどういうことかと言いますと、これが今、画面サイズがこのくらいですけども、これを例えば、フル HD の、ディスプレイですとか、例えば、2560×1440 っていう巨大な、やつにした場合にですね、この画像の方はどんどんくっきり見えていく。でも、
左側の操作パネルの方はどん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 大きくなっていって、まあ、入力ができるということですね。逆にこれ、縮めちゃってもいいんですけど、どんだけ縮めても崩れません。で、なおかつここ、打てます。ここ、打てます。見えないと思いますけど、打てます。普通に動きます。で、縦横比も、これ、横に広げても、縦横比崩れませんよね。コントロールですね。こんな感じ。どんだけ広げても、崩れません。で、これが、まあ、ファイモンキー、いいところですね。はい。で、Windows 8フォームが崩れて困ったんだ、それやって、下の方に書いてありますけど、Windows 8はですね、DPI が96ではないので、ご注意ください。Windows 8に持っていて、例えば VCL で作ってるフォームの、スケールプロパティが、true になってるフォームっていうのは、Windows 8で崩れます。一度ですね、Windows 8でちょっと一遍試してみた方がいいと思います。で、もう早速、もう言っちゃいますけども、FireMonkey に向いてるアプリケーションはということなんですけれども、前提条件、今ちょっといろいろ、やりましたけども、デモも含めてやりましたけれども、そこら辺を踏まえて、じゃあどんなやつが向いているのかということなんですけども、まあ一つはもう当たり前ですけども、もう OS 10上で動くアプリケーション。要するに Windows と Mac でほぼ同等の、もう操作性を、担保しなきゃいけないみたいなアプリケーションはもうどうしても作るしかない。あともう一つは、これ、例えば Windows と Mac、Windows 版を作ってて、例えば Mac 版を作ってくれって言われたときに、じゃあお客さんが、じゃあ2倍くれるのかって言ったら2倍くれないわけですよ。で、そうした場合に、別々の開発ツールで開発してしまうと、これって結局2倍手間はかかってるんですけども、2倍はお金はいただけないと。で、困ったことになりますんで、例えば FireMonkey で、Windows 用と Mac 用と作っておけば、Windows 用と Mac 用っていうか、別々にそのビルドをすれば、まあ、100% 同じコードで、大丈夫だっていうのは、まあ、思っていませんけれども、それでも、大体まあ、8割型、似たようなコードが使えると。で、Windows じゃないです。もう OS 固有のコードだけ、ちょっと書かなきゃいけないかなっていうところはあるかもしれませんが、まあ、その、両方同じような感じですね。コンパイルできるっていうのは非常にありがたいかなと。で、もうこれに関してはですね、もうスルーします。もう先ほどちょっと言いましたんで、スルーします。で、FireMonkey に向いたビジネスアプリケーションっていうのが、もう一つはその、まあ 3D なんですけども、これ視覚的に訴えるアプリケーションっていうやつなんですけども、で、まあこれ、画面上出てますけども、これって何をやってるかって言いますと、単純に A っていうものと B っていうものがあって、これをサイズを比較するっていうアプリケーションです。で、ちょっともう時間の方が、正直な話を押してるんで、こちらの方ちょっとデモの方を、やる時間がないかもしれないんで、ちょっと、後でちょっと時間があったらデモしますけれども、まあ、ただ、その右と左のその物体の大きさを、サイズを比べるだけのアプリケーションなんですけども、たったこれだけのことで、本当の、その実物のイメージっていうのが、実物っていうか、大きさっていうのが具体的にリアルにこう、イメージできますし、単純にその、ウィズスとハイトとデプスが2つ並んでいるよりも分かりやすい。で、こういった、まあ、3D を使うといっても、そんな別にモデルデータ使わなくても、箱2つでそれなりの表現力が、こういう表現力をその生むことができるというような感じですね。で、もう一つなんですけど、ちょっと先ほどスケールの話をしましたが、普通のビジネスアプリケーションもちょっと、向いてます。で、先ほども、繰り返しになりますけど、Windows 8の方ではですね、画面の DPI が自動的に調整されてしまって、Windows 8のですね、何だったかな、T 芝さんのやつだったかな、2560×1140 っていうものすごい、サイズのやつがありまして。で、それはですね、何 DPI にやってたかな？とにかく 96DPI ではなかったです。初期値がですね。で、その DPI が違うんで、VCL の場合だと、これで言うとですね、画面で言うと、
左のやつが、これ 1024×768 で4対3のアプリケーションなんですけど、これを単純に、これが例えば、15インチのディスプレイだったとして、これを17インチのディスプレイの 1280×1024 っていう、この右側の5対4のディスプレイに持っていったら、こういう風に見えますというような感じですね。で、さらにですね、これがもうちょっと加速してるんですよ。で、今、この状態で、1920×1080 っていう、このフル HD の、例えば 21.5 ですとか、23インチのディスプレイで見ると、1024×768 のアプリケーションは、こんな感じで中央に、見えますと。で、よくお客さんに言われるのが、例えば Windows 7なり、に、まあ、変更して、まあ、ディスプレイ大きいやつがいいよね、っていうことで、フル HD の、ディスプレイ持っていくと、オタクで作ってたアプリがさ、ちっちゃくて入力できないんだよねって言われることがあります。もちろん、ちっちゃくなってるんじゃなくて、要するに画面サイズがでかくなってるんで、こんな感じで相対的にちっちゃくなってるんですね。で、たったこれだけのために、ちょっと画面サイズを大きくしてくれよって言われて、泣く泣く VCL アプリケーションをですね、100個も200個もコントロール貼ってる、あるようなやつを一個一個手作業でこう、リサイズして、例えば、このパソコン専用みたいな感じで、作り直したことも、まあ、あります。で、これが、もっと進むと、2560×1440 だと、もうほとんどこう、見えないというか、入力がちょっと困難なところにもう行っちゃいます。で、ここら辺を、まあ、VCL アプリケーションだと、スケールを固定してないと、画面のレイアウト、画面っていうか、フォームのレイアウトが崩れるんですけども、かといって、じゃあ今度はスケールを完全に固定してしまうと、今度は相対的にフォームがちっちゃくなって、高解像度アプリケーションっていうか、高解像度な、ディスプレイの方にちょっと対応しづらくなってしまうっていう問題があります。で、もうここから先は、じゃあ、もうヒントとチップスみたいなやつになります。で、先ほど出てきたまたタブ順序の話なんですけども、タブ順序をどうにかしたい場合には、タブ順序っていうのはコントロール作成順なんで、並べて変えたい順にですね、フォームデザイナーの方で、左から順番に、こう、どんどん一個ずつ選択していって、それを、入力系のコントロールがあったら、それをすべて、コントロール X で切り取って、で、コントロール V で貼り付けると、その順番に並びます。で、これでタブオーダーの、タブオーダー順にすることができます。で、FireMonkey のっていうか、FMX のフォームのデザイナーっていうのが、複数選択すると、コントロール X とか、要するにコピー&ペーストが効かなくなったりするんですけども、そちらに関しては、こちらに書いてあると思いますけど、構造ビューを出してですね、構造ビューを出して、そこの上で、複数選択すると、うまくいきます。で、構造ビューのところで、グレーで選択されている場合は、コピー&ペーストが効かなくなったりしますので、構造ビューで、ハイライト色で表示されているときは、選択されているときは、まず間違いなく、コントロール X ですとか、コントロール V ですとか、効きますので、必ず構造ビューの方を確認するようにしていただきたいなと思います。で、まあ、タブ順序、あとはもう管理する方法は、まあ、そういったことが嫌なのであれば、もう、コードで書くしかないと。あとはリストですとか、まあ、動的キー配列ですとか、まあ、何でもいいんですけど、そこら辺に、タブ移動しなきゃいけないものの、を全部突っ込んでおいて、それでもう、あと一つ、この、現在のポジションを持たせて、管理すると。自分で管理するということしかないと思います。現状ではですね。で、IME モードなんですけど、IME モードは、VCL というか、Windows の場合は、この VCL の、セット IME モード、コントロールのオンエンターとオンエグジットで設定してやれば、OK です。OS X は、正直な話、この IME の、制御方法がよくわかんなかったんで、この使われてる IME の、ことえりの、キーコード、送ってみました。コントロールシフト J が、ひらがなモード。コントロールシフト K が、カタカナモード。で、コントロールシフトコロンかなんかが、確か英数字モードだったと思うんですけど、これを送ってやったら、オンエンターとオンエグジットの中で呼んでやったら、それなりに、動きました。で、C++ ビルダーでのやり方っていうのを、確か、2、3日前に、チームジャパン
チームジャパンブログかな、高橋さんが確か書いてらっしゃったと思いますので、そちらの方もちょっと参考にしてみてください。